介するのはカズルー。うわーって、これ何ですか、これ。いやいやいや、これね、超絶無双ベイスタジアム。超絶無双ベイスタジアム、はい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 。これね、まあもうさ、見るからにね、ベイが2個ついてるじゃない。2個ついてますね。なんと、はい、これね、1人でチャレンジする。まあ、ベイって対戦だってやる、普通、はい、なんだけど、これは1人でこの2体を倒す。あ、だからベイの練習ができる。練習ができる。へぇー、見てください、いきますよ、スイッチオン。おい、え、電動で回っとる。このベイが回るわけですよ。くるくる回ってるよ、これ。これね、あれなんですよ。なんすか。うわぁ、え、磁石でスイッチ。そういうこと。だから、要はぶつかってね、どかしても真ん中に戻っちゃうと体力回復しちゃう。へぇ、やば。しかもこれ回ってると向き逆じゃない。両方、よく気づいたね、これね。これね、見てください、こっちのね、はい、そっちのベイが金のね、ベイがこっちの方が左回転、はいはい、こっちが右回転、うん、なので低速バースを狙おうと思っても片方が阻止しちゃうから、こうね、超難攻不落のベイ史上最高難易度のスタジアム、はい、マジっすか。じゃあそれぞれさ、今日1回ずつチャレンジしよう。はい、チャレンジしましょう。こルールはね、これ、はい、実はチャレンジは2回できます。あ、2回ね。2回のうち、はい、これもし1体倒したら、1体ね、はい、バースとかスピンかオーバーできたら、うん、これね、無双成功。無双、無双ね、はい、無双ね。で、なんと2回のチャレンジで2体、はい、倒せちゃったら、これが超絶無双達成。そう、2体倒せば超絶無双っていうことなんですね、はい、なので、でも別にもう1回で両方とも弾き飛ばしちゃってもいいわけ。あ、全然、あれ、自信があるぞ、この人は。自信しかありません。おっと、ということですね、はい、今回はこの超絶無双ベイスタジアムに挑戦スタート。はい、はい、ということで、まずは1回目で、2回チャレンジできるうちの1回ですね。僕が使用するベイはアキレスです。 Z アキレスですね。はい、じゃあ、いきますよ、スイッチオン。はい、5、5、3、2、1、よし、おーっ、これはハーク1回目のバトルはこちらバーストしてるんで、まずは無双を確定します。 OK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 、 次で倒せばいいってことね。いいってこと。1回倒したベイは、1回取ります。オッケー、なので、この1体だけ倒せれば、いや、いける気がする。これいけるでしょ、いける気がする、チャンスあるよ。じゃあ、2回目の挑戦、はい、行きましょう。これで超絶無双なるか、いくぞ、3、2、1、よし、いくぞ。さあ、おっと、ぶつかったか、なかなかぶつからないぞ。ああ、緑に張って、おっと、おい、ちょっと待てよ、このディフェンスタイプ、ちょっと、なかなか、ね、当たって、ちょっと当たってよ、ちょっと、抜け出せないのか、抜け出して、抜け出して、おお、この回転すごいぞ。あっと、なかなか、どうなの、はい、さあ、どうだ、こっからだよ、俺ナッキレス、あー、行ってくれ、ガーッ、そう、フィニッシュ。ってことで、一体撃破でカー君無双達成。無双達成なのね。そう、2体倒すと超絶無双だ。いや、超絶無双になりたかったな。惜しかったね。だからやっぱりこの、ね、改造もね、どう動くかっていうのもね、すごいポイントだから、これもね、考えながらやらないとなかなかね、超絶無双までは行ききれない。カークできなかったけど、はい、これマスターベイだったら行ける気がするんだよね。まあ簡単だよね。こう、できました、簡単。じゃあちょっと、あの、どういう風にやったら倒せるのかっていうのを、はいはいはい、ちょっとヒントを教えてもらいながら、はいはい、わかりました。やってみてもらっていいですか。はい、わかりました。では続いては、はい、俺が使うのはこちら、おバースタエクスカリバーだ。これ、確かにスタミナはあまりね、ないけど、はいはい、無限にね、回るやつにスタミナ勝負になっても意味ないから。そういうものか。だからもうとにかくバーストで攻めてくる、ね、そうね、一撃を当ててもらう。そう、一番高いこれのバースターエクスカリバーで強襲で、とにかくやっぱり、ね、バーストを狙っていくっていうスタイルがかなりね、こうね、超絶無双に近い。さあ、いきますか。じゃあ1回目、はい、スイッチオン、いきますよ、3、2、1、ガッシュ、いけ、暴れて、こっからいくぜ、バースターエクスカリバー、ほら、うわぁ、いけいけいけ、すごいすごいすごい、うわぁ、マジ、いけいけいけ、おっと、1匹からからまだ無双なんです。無双、無双で、2回目でこのね、右回転を倒せば超絶無双達成。こんな感じでやっぱ1回のバトルで1体バーストしていけば
聞いたわけだから、そう、こんな感じでもうね、確実に1個に狙いを絞って、ね、戦いを挑むっていうのがあの、ね、勝利のポイントです。2回目です、ね、行きましょう。はい、スイッチオン。はい、いくぞ。スリー、ツー、ワン、ゴーシュン。さあ、いける。激しい、マスタイツカリマン、いけ。激しいぞ、これは。いけ、これで、マスマ、これハマった。いけ、お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 、どうなる、マスか、これは。まさか、負けた。これが、この超絶輸送スタジアムですね。そんな馬鹿な。マスターブレーダーでも、いや、かなりね、これできない。難しい、難しい。この難攻不落、そう、クリアするのは君だー。君だー。超絶無双スタジアム、はい、発売日はでしたっけ、ね、はい、10月20日土曜日ですね。ますので皆さん、ぜひ、ね、ゲットして、このね、超難攻不落の、ね、マジ難易度高いスタジアムにチャレンジしてみてください。はい、しかもこれ2人で対戦するときにね、こうやってバトルすることもできるよね。あのね、こうやった外すと、違う皿がね、ついてきました。この皿を金から赤に変えることで、あ、回転でいったとか、あ、皿が回転する、はい、これがあの、ね、ワールドホッキーフェアで勝負を行われるような回転の、わぁ、すごい。お互いで加速つけてぶつかったら、もう、ね、バーストしちゃう。やばい、超面白いんだけど、っていう対戦スタジアムができちゃうんで、できちゃうんで、これね、もう1個で、マジで2つ楽しめちゃう。いや、素晴らしいっすわ。ということでですね、はい、この超絶無双ベイスタジアム、みんなも遊んでみてもらいたいなと思います。はい、それじゃあみんな、バイバーイ。超絶無双だ。めっちゃ強いよ。みんな、チャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちら。